皆さんこんにちは、大堀123でございます。今回もですね、アコギの勧めということで始めてまいりたいと思いますけれどもね、私が先日手に入れました斉藤和義さんのシグネチャーモデルですね、ギブソンの和義斉藤 J35 についてのお話をねしたいというふうに思うんですけれども、すごくこのモデルを通じて改めて思ったことっていうのをねお話をしようと思うんですけど、和義斉藤 J35 をですね通じて改めて知ったブラッシングと言いますか、こう右手ミュートのカッティングの良さっていうお話をしたいというふうに思います。以前の動画でも言いましたけど、そのギブソンらしさもありつつの出音のバランスが取れていたりだとか、ふくよかな面があったりだとかということで、僕にとってもねこう新鮮な気持ちにさせてくれたサウンド特性があるなというふうに思ったんですね。コードストロークがもちろんのことなんですけども、フィンガーピッキングとか、そのこう音の綺麗さといいますか、こう品の良さっていうのも感じましたし、本当にいわゆるまあそつなくこなせるアコギだなというふうに思ったっていうのもつくづく思いましたし、新たな発見というものをさせてくれたんですけど、まださらにいろんなこう発見というものがこのギターにありまして、まあ皆さんもよくやると思うんだけど、右手ミュートのカッティングって僕は言うんですけど、まあ正確に言うとブラッシングですか。すごくいいなというふうにこのギターを通じて思ったんですね。ブラッシングっていうかね、こう右手ミュートのカッティングっていうのはまあどういう感じかというと、やっぱり一番そのキーなのは右手なんですけど、この手のひらの大体ここら辺をブリッジの上、そしてまたサウンドオールの下あたりでピックで弦を弾くと同時にミュートするっていうかね、だから普通だと弦を引き下ろすときにこういう感じになるんだけど、それをってやるっていう感じ、あるいはこうアコースティギターを弾いてるとすごいやりたくなる奏法の一つなんですよね。特にやっぱりニール・ヤングとか長渕さんでもこういう弾き方ってね結構やってますし、それを見てやっぱりああこういうの弾きたいなと思った方いると思うんですけど、この J35 はねことにそのブラッシングがねなんか深いというかね、どうなりもするし、ミュートした時のこのカチンカチンって音もねすごくこう歯切れがあっていいんですよ。こうミュートしてながら弾く時に全くそのミュートの音にならないで、ちょっと弦の響く音といいますか、ブオーンっていう感じでこう残像が残るわけですよ。それがやっぱりいいんでしょうね。タイトでない分でいいなと思いましたね。僕が持っているギブソンもこういう弾き方をするってすごく似合ってはいたんですよ。地球68の J45 っていう、まあ、68の J45 を再現したものでも、J35 よりはどちらかというとタイトだし、タイトだからこそこの良さも出てたしということで、ギブソンのアコギの音にやっぱりこの右手ミュートのカッティングのサウンドっていうのはやっぱどうしても取り入れたい、こう、ね、やってみたいと思う衝動に駆られたっていうのは事実なんですよね。60年代の再現ものの J45 でもやっぱり、やってるんですよ。やっぱそうしてギブソンのアコギといいますか、まあ、J45 に限って言えばこの弾き方っていうのが似合ってるなっていうのはつくづく感じていた部分であったんですよね。まあその流れの中でこの J35 でこういう弾き方をこうかましてみると、それがなおまた良くてね、今までのギブソンのそのこうタイトなサウンドの中にそういう奏法を突っ込んでいくっていうこともまあそれはありだと思ってたし、なんだけどもニューアでこうふくよかな音が出るはずなんだけど、やっぱりそれがかえってこの弾き方のいいところをうまくこう出してくれてるなって気はしたんですよね。
ターが改めてその良さを教えてくれたもんですから、もっとこう好きになりましたね、この弾き方が。を手にしていろいろ試したりレビューをしたりしてますけども、やっぱりこうギターと出会うたびな、この奏法って改めていいなと思ってみたり、あ、こういう奏法やったら面白いんじゃないかとかね、膨らんでくるものがあってね、やっぱりギターとの出会いっていうのは、ただこうギターを手にするっていうだけではなくてね、いろんなことをこう連れてくる要素がありましてね、やっぱ奥深いものだなというふうに、今痛感しているところでございますけれども、皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。大堀一二三、それでは。